はい、チャンネル登録してくれている人もチャンネル登録がまだな人もメハ新誠チャンネルの誠です。いつもはこんな感じのコックコートを着て仙台市太白区富沢のアクロスプラザ富沢西さんの中にあります蔦屋書店さんの裏にあるチーズキッチンというお店でピザを伸ばしたりしています。はい、今日はですね、この間ですね、ブックオフさんじゃなくてハードオフさんに行ってですね買ってきましたこちらの方のマイクですね。今ここでつけているマイクとのですね、取り比べちょっと行っていきたいなというふうに思っておりますので、こちらの方比較動画、今から比較していきたいと思います。比較動画比較していきたいと思いますっておかしいですね。はい、比較していきたいと思います。それではスタート。はい、ですね、この間ですね、コメントいただきましてですね、ちょっと音が小さいんじゃないかということで、コメントいただいたっていうのもありましてですね、まあ、このマイクもね、ハードオフさんだったかな、本だけじゃないブックオフさんだったかな、で、ジャンクで買ってきたコンデンサーマイクになりますけれども、これとね、まあ、これで結構いい音取れるなと思ってたんですけれども、まあ、そこに、ね、甘んじずね、どんどん良い音にしていきたいなというふうに思っておりますので、こちらの方の、はい、まあ、同じ100円っちゃ100円なんですけどね、はい、こちらの方をちょっと購入してきました。はい、で実は結局ね、まあ、これも開けていきますけど、よいしょ、今使っているマイク、よいしょ、マイクはね全部ね、1.5mm のねピン、この、ね、ヘッドホンとかイヤホンのピンと同じやつ、はい、これを使ってねこんな感じで使うものになるので、どうしてもねアナログになっちゃうんですね。アナログ接続になってしまうので、音質っていうもの自体が果たしてどこまで、良いものになるのかっていうのはちょっと分かりかねる部分がどうしてもあったんですけれども、はい、こちら、タスカムさんっていいのかな、はい、これね、これもね購入しております。これはねちょっと高いです。メルカリさんで1700円800円ぐらいで購入してます。はい、ただね、これね、こちらの方がね、30ピンのね、古いMac、iPhone のコネクタになるので、このコネクタをね、ちょっと変換するね、コネクタをちょっと今ね、探してまして、で、それでちょっと時間がかかっていたので、これちょっとね、今のところお蔵入りになってる状態なんですけれども、まあね、後々これとね、まあ、音声の比較、まあ、18倍の値段ですからね。はい、音声の比較やっていきたいなと思ってはいるんですけれども、結局こちらの方はね、まあ、デジタルでの接続というふうな形になってくれるので、まあアナログでの接続よりはどうなんだろうななんていうふうに思いながらね、まあ、デジタルとは言ってもね、まあ、あとでもねここでねレベルの方を調整できたりとかね、まあいろいろねリミッターがねこっちについてたりとかね、こういうのもあるので、まあ、このタスカムの方はこれはまた後ほどっていう感じでやっていきたいと思いますけども、今回はねこちらとあとこれ、はい、ちょっとね音声途切れちゃったりとかする途中でね切れちゃう時もあるかもしれませんけど、ザラザラザクザク音すると思いますけど、はい、まあねだいたいね音がこっち向けてるから音取れないから、はい、だいたいサイズ的にね半分ぐらいのサイズになってるので、こちら新しく購入してきたものね、ほぼほぼ新品っていうか多分新品ですね。なのでまあどれだけね音ねよく取れるのかなっていうのがちょっとあるので、ちょっとこちらの方をね試してみたいと思いますので、ちょっとね差し替えとかでね雑音ねザラザラザリザリザリとか入ってもね、なんとか編集でなんとかしたいなと。いうふうに思っております。よいしょ。はい、こんな感じ。ちょっと一回外しちゃいますね。こっちのマイクね。あ、よいしょ。こんな感じにしてみましょうか。はい。ね、今はねこちらのね、オウムさんっていいのかな。このね、EM 240で今録音している音声になります。どうでしょうかね。はい。チャンネル登録してくれている人もチャンネル登録がまだな人もメハメッハーね、こんな感じで喋っていつもいるわけですけれども、どうですかね、音声ね、大体同じような場所につけてはあるわけですけれども、音声ね、こちら側で今録音しています。今ね、結構ね、環境音としてはね、ゴーっていう音だったりとか、あとはそうですね、よく私がよくうるさいっていうふうに言っている、製氷機、今ガタンゴトンガタンゴトンっていう音してますけどね、どんな感じですかね。結局ね、雑音は拾わず私の声だけが拾えていて、それでいて拾えてる音量が高ければ高いほどで割れない程度に高くまで、取ってくれると一番いいんですけれども、今ねこのアプリで、ヤメラっていうアプリで撮ってるんですけど、このヤメラというアプリで撮ってね、こっちのマイクでいつも撮ってる音声ですね、 iMovie で 400% 最大値まで上げて、やっと、まあ、ちょうどいい感じ、もうちょっと上げれるかなっていうところまでなんで、 500% ぐらいまで上げれた方がいいのかな、だから音小さいっておっしゃられる方も多いのかな、多いというかね、いらっしゃるのかなというふうに思ってはいるところなんですけれども、まあ、こちらのねマイクでね今撮っているこの音声がね、もしね編集した時にね、あ 400% まで上げなくても大丈夫、もしくは 400% まで上げるといつもよりもちょっと声大きいなとかっていうふうになってくれたらね嬉しいななんていうふうに思ってるところではあるんですけれども、まあどうでしょうかね、こちらの方でね前まで撮っていた時にね、たまに雑音が入ったりとかする時があったんですね。ただ雑音が入るというのも今、ですね、ケーブル的に言うとね、延長してるケーブルも含めると3本のケーブルをまたいでる状態ですね。ライトニングから 1.5mm のピンに、変換した 1.5mm のピンを今度マイクと、ヘッドホンイヤホンにこう分けるケーブルで分けて、でそこから延長ケーブルで伸ばしてるっていう状態なので、どこにねその雑音のね、原因が潜んでいるかっていうのはちょっとなかなか分かりにくいんですけれども、今ねこんな感じでマイクを変えてね、こちらの方でね雑音入らないようになるようであれば、こちらの方に、付け替えるというふうな形になればいいなというふうに思ってるわけですけれども、はい、とりあえず一度ですね外して戻してみたいと思います。はい、じゃあこっちの方にね今ね戻しました。音声ねこっちの方に戻しました。どうですかね、音声の違いまだね撮ってる状態なんでねわからないんですけれども、良くなってるといいななんていうふうに思ってはいます。はい、ね、あとはね最終的にねこちらのウィナーとね勝った方とねこちらのねタスカムさんね、こちらをね比較した動画っていうのを今後撮っていければなというふうに思っておりますけれども、まあどちらもねそもそも100円ぐらいで買ってきたもので、まあソニーの方はねすごくねもともとすごくいい高いマイクだそうで、はい、ただこれもねジャンクでね一回ねこう分解してね中開けてねこう分解してこう修理したりとかねしたものだったので、それのねどこかにもしかしたら何かしらのその雑音の原因なんかがね潜んでたというふうになるのであればですね、できればねこちらの方のね、マイクに切り替えていければなというふうに思っております。あとね今度ね外でね撮りたいなというふうに思った時にね、風防ですね、こちらの方の風をこう避ける感じのモワモワっていうやつをですねこちら用と、こちら用と買って、外での撮影っていうのもちょっとやってみたいなというふうに思っております。ね、今度ねワゴン R 届きますので、ワゴン R 届いたらね、今度外での撮影っていうのが結構増えてくるんじゃないかなというふうに思いますので、そんな感じで使っていきたいと思います。はい、ということでね今はソニーの方のマイクの方を使っておりますけれども、さっきまでこちらの方のマイクを使っていたので、そこの違いですね、何かしら違いが出てればいいな、ね、こっちの方が大きく取れてればいいななんていうふうに思いながらですね、こちらの方の動画今日は終わりたいと思います。感想はね多分ねじゃあねちょっとこれ寄りましょうか。感想はねじゃあねこの辺によいしょ、はい、この辺に感想多分出します。へーって顔をしときましょうか。へーこっちの方が良かったんだみたいな顔しときます。はい、どっちも同じだったらちょっと困りますけどね。はい、そんな感じだったんで。で終わりたいと思いますね。こっちの方が良かった、どっちが良かったのかなあ、違うな、こっちの方が音が良かったようですっていう風にこうしときましょうか。でこっちにこう画面にこう出すようにしときましょうか。こっちの方が良かったそうですね。ということで、本日の新まことチャンネル、こちらの方で終了となります。ちょっとでもね、ためになった、面白かったということであれば、ぜひね、グッドボタン、チャンネル登録ボタンを押していただければ非常に私嬉しいです。はい、ということでまた別の動画でお会いしましょう。それでは。